TWICE のジョンヨンがレーベルメイトであるイッチのイェジの生配信に参加し、イェジを慌てさせました。先日インスタライブで生配信を行ったイェジ、コメント欄に見覚えのある人物がいることに気づき、彼女は衝撃を受けました。それは TWICE のジョンヨンでした。先輩が見ていることを知り慌てるイェジ、そしてジョンヨンはイェジに歌をリクエストしました。イェジは照れながらも TWICE のファンシーを少しだけ歌いました。わあ、どうしよう、とにかくジョンヨンオンニだよ。みんな、彼女は私の世話をよくしてくれます。そうですよね、オンニ。何かしてって書いてあるんだけど、何をすればいいんですか？何か見たいものがありますか？私に何をしてほしいんですか？私のために歌ってって言ってる。これどうしよう、オンニ。後でオンニのために歌いますからね。ジョンヨンに褒められさらに慌てるイェジ。ジョンヨンとのやりとりの間、イェジの方はピンク色に染まり、笑顔と笑いが止まりませんでした。生配信中、ジョンヨンはイェジにどこにいるのかと尋ね、イェジは自宅の自室にいると説明しました。イェジはジョンヨンに、寝ないんですか？と尋ねました。するとジョンヨンは、一緒に寝ようと誘い、イェジを驚かせました。わかりました。来ていいですよ。オンニのためにドアを開けておきます。でもドタキャンはダメです。必ず来てくださいね。後でね。って、本当に、どうしたんですか？そんなに積極的に、母、オンニから、お泊まりしようよ、ってメッセージが来たんです。オンニ、配信に来てくれてありがとうございます。楽しかったです。オンニから一緒に寝ようっていうメッセージが来たので、私はオンニが来る前にベッドに行かないといけません。インスタグラムライブ終了後、イェジは JYP ネーションのバブルを通じて、ライブ配信中、とても恥ずかしかったと打ち明けました。照れながらも嬉しそうにしているイェジの様子がとても可愛いですね。